僕は逆転裁判、蘇る逆転が初めてやります。裁判初見です。このタイトルは遊ぶしかない。何に異議を唱えたの。第1話、初めての逆転。ショーンが初めての。いやもうあれはあれはおかぐりショーン、もう左下もペレオにしか見えない。おペレオ、そしておかぐりショーン。この絵柄の資料によると、僕はこれは初見だ。初めての逆転。情報増えてないんよ。開始するぞ。え、グロ滴る血。ハニヤ、これはハニヤ決めた。はあ、これは俺じゃない。ハニヤ決めた。ハニヤ、これはいきなり死体じゃないか。なんで俺がこんな目に。ハニヤっぽいぞ。捕まりたくねえ、こんなことで。誰かがやったことにするんだ。ファブルに出てきそうな。そうだ、あいつだ。いや、お前が犯人だ。俺犯人の顔見てしまった。あのツンツン頭がやったことにすれば。ツンツン頭、一体誰のことを言っているんだ。8月3日午前9時47分地方裁判所被告人第二控室。うわー、緊張するな。緊張する音じゃないんよ。なるほどくん。あ、その声はお姉さん。あ、所長。所長でもお姉さんでもない、ボインよ。間に合ったわね。資料によると、ボインさん。どうかしら、初めての法廷は。こんなにドキドキするの、小学校の学級裁判の時以来です。意味合い変わってくるね。お姉さんを目の前にしてドキドキします。そうなっちゃうね。それは、ずいぶんご無沙汰してるのね。意味合い変わってくるのよ。まあ、あの、所長、今日はすみません、忙しいのに。うん、構わないわ。可愛い部下の初舞台だもん。可愛いだなんて、そんな含みがあるんだよな。初めての法廷で殺人事件を扱うなんて、すごい度胸ね。度胸だけは本当に一人前。感心するわ、あなたにも、あなたの依頼人にも。異議あり。依頼人って誰なんですか。はい、借りがあるんですよ、やつには。テンションの差が激しいのよ。振れ幅がやばい。あの依頼人の方に。ええ、実は僕がこうして弁護士になったのも、資料によるとある意味奴のおかげみたいなところがあるんです。自分の記憶じゃないんだよ。あなたの心の資料の話。そう、僕の資料の話。僕、あいつの力になってやりたいんです。助けてやりたい。おしまいだ。おしまいだ。もう何もかも、どれもこれも全ておしまいなんだ。所長、どうしたんですか急に。もぐもぐもぐ、あそこで叫んでるの、あなたの依頼人じゃない？え、今のは所長の声じゃなくて、そうですね、依頼人の声ですね。一人二人。死ぬ、お、これ死ぬ、あ、それショーンなんよ。おー、これデュオマックスいるみたいな。俺はもう死んでやるんだ。死にたがってるわ。え、一人二人大変なんよ。はあ、あれ？なるほど。おかぐりさん。よう、やはり。おい、おかぐりってなんだ、有罪だ。俺を有罪にしてくれよ。死刑でも何でもかっくらってさっぱり死なせてくれ、クビスパーン。どうした、そんな打ち首ごめんなんて。まんまだな。 どうしたんだよ、やはり。ダメだよ、やっぱり俺ダメなんだ。チワワみたいな目しやがって。あの女がいない人生なんて死んだ方がマシだ。誰かギロチンを、ギロチンを持ってきてくれ。ウルトラギロチン。教えてくれよ。なるほど。なるほど、そうか、僕の名前はなるほど、なるほどです。彼女を殺害した犯人か。新聞に書いてあるのはお前の名前なんだよな。ところでこの R ボタンってなんだ。お、あ、気づいた。は、弁護士マッチ。これがないと誰も僕を弁護士と認めてくれない。資料によると死亡時刻は今月31日午後4時以降5時までドンキーコングにより死刑執行。あ、ジムスマイル。これは綾さんと千尋さん、27歳だ。僕の上司でやり手の弁護士。やり手よ、やり手。おかぐりショーン、この事件の被告人。この僕の同僕の同級生で憎めのやつだ。やりやぜ。誰、これは事件の被害者だ。
マンションで一人暮らししていたモデルさんだって。へえ、大変だな。新聞に書いてあるのはお前の名前なんだよな。この間 0.1 秒。僕の名前は成本隆一。3ヶ月前に弁護士になったばかり。今日は初めてのお寺。さて、今回の事件は至ってシンプル。うわぁ、血だ。マンションの一室で若い女性が殺害された。逮捕されたのは不運にも彼女と付き合っていた男、やはりマサシ。小学校からの大親友だ。そうだったの。事件の陰にやっぱりやはりと言われ続けて23年。なぜかいつでもきついトラブルに巻き込まれている、なんでそんなことになってるんですか。ただ一つ言えることは、悪いのはこいつじゃない。ただひたすら運が悪いだけ。お法廷記録。なんで、どうして、なんでその情報増えてないよ。赤文字はヒントかと思ったから違うのか。大事な言葉ではあるね。いいやつだってことは誰よりもこの僕が知っている。そして何より僕はこいつに大きな借りがある。なんだ。助けてやるんだ、絶対に。おー、始まったね。もういきなり裁判よ。8月3日午前10時地方裁判所第二法廷だ。あ、始まった。なんてことだ、裁判が始まってる。裁判始めろよ。あ、これよりやはりマサシの法廷を改定します。待った待った。もうちょっと時間。誰、警察から準備完了しています。誰、アウチです。アウチさん、アウチさん、よろしくお願いします。はっ、これは僕だ。弁護側も準備完了しています。何を焦っているんですか。なるほどね。何食べてるんですか。裁判の土台ですよ。何食べてるんだ。食事をしないでください。なるほど、くん。はい。君は確か今日が初めての法廷だったかな。え、資料によると。はい、緊張しています。何が有罪になるか無罪になるかは弁護士にかかっています。それってどういうことですか。弁護士である君がそんなに緊張していては困りますね。それはどういうことですか。すみません。物分かりがよろしい。何を食べてるんですか。何を食ってるんだ。そうですね、困ります。裁判を始める前に何でしょう。本当に準備完了してるか確かめさせてもらいましょうか。え、法廷記録。あ、うん、合ってる。でもちょっと早い。早く。うん、え、うわぁ、体の中が真っ白になってきたぞ。簡単な質問するから答えてください。いいでしょう、かかってこい。何、この事件の被告人の名前を言ってみなさい。え、被告ってことはつまり資料によると被告をされたってことだ。つまりにしてくれ。そうだ、やはりやはりが被告人だ。被告人、それはまあやはり君のことですよね。うん、その通り。ここで間違えてたらどうなってたんだろう。ゲームオーバーかな。落ち着いて答えればよろしい。なるほど、じゃあ次の質問です。待った。待ちません。今日の裁判は殺人事件ですが、被害者の名前を教えてください。被害者、それはわかる。なぜなら被害に遭ったから。ふう、それならわかるぞ。あれだけ資料を読んだからな。で、あれ、ど忘れしちまったぞ。名前なんだっけ。なお姉さん。被害者の名前も知らないの。お姉さん、そんなわけないじゃないですか。何言ってるんです。圧倒的じゃないですか。ちょっと忘れちゃっただけです。なんか頭が痛くなってきたわ。キュピピーン。何言ってんです。これがニュータイプの勘というやつですか。事件のことは R ボタンを見ればわかります。これか。おお、合ってる。これか、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 これだ。この人です。そうだ、千尋さん、この人です。これなんて言うんですよ、日高屋美香って言うんです。うん、中華の香りです。R ボタンで好きな時にとりあえず見ればいいと思うわ。うん、なんてめたい。いつもチェックしておいてね、お願いだから。よ、はい、チェックや。いつもチェックしておきます。答えてもらいましょう。この事件の被害者の名前はこの人です。日高屋。あれ、日高屋って僕は言うじゃねえか。こいつじゃねえか。引っ掛けが、引っ掛けがあるぞ。危ない。この人です、ミカタンです。被害者の名前は本当にこれなんて読むんだろう。口実ミカタンです。うん、よろしい。読み方は私もわからん。ああ、わかんないんですか。では彼女はどうやって殺害されたか。え、被害者の死因はこれって。ちょっと待ってください。わかる。資料によるとドンキーコング。そうそう、だから覚えてない。ドンキーコング一発ガツンと殴られて、うん、
B ボタンで最大チャンス。その通り。本当ですか。なあ、質問はこれぐらいにして、そろそろ診療始めましょう。もう終わりですか。いいでしょう。身もだいぶ落ち着いてきたようですからね。はい、わかりました。はい、そうでもないけどさて、ちょっといいですか、アウチケンジ。待った、何ですか。あ、僕じゃない。なんでしょうか、サイマンちゃん。今、なるほど君が言った通り、被害者はドンキーコングで殴られています。はい、ドンキーコング。そのドンキーコングですが、具体的にはどういう。ああ、ドン、うん、狂気はこの考える人のドンキーコングです。あ、お、ドンキーコングの置物だ。ドンキーコングなんだ。死体のそばに転がっておりました。ふめふめ、証拠品として受理しましょう。ありがとうございます。すごい、あれはプレミアだぞ。あ、これは証拠品、置物のデータを法廷記録にファイルした。 R ボタンで見なきゃ。なるほど。ちょっと待ってください。これだ、考える人の形をかたどった置物、かなり重い。うん、あ、何です。裁判が進むとこんな風に証拠品が提出されていくの。そうなんだ。証拠品のデータはこれからあなたの武器になるから。え、これで殴れってことですか。そうよ。なんだって。 R ボタンで殴るの。ドンキーで殴るのよ。よし、 R ボタンで攻撃だ。バーン、痛い。これもドンキーです。証人を呼んでください。